杯楽しんでみましょう。みんな盛り上がる準備できましたか？なんてものあるわけないでしょう。そんなことを言われても結局愛なんてないなら今夜は見たかけ仏よ土手をねわひとね顔に愛さ元気にしてたのか。誰？俺はアジアのマイケル・ジャクソン、スンディだよ、スンディ。ねえ、俺さ、ジーディね、お前ラップうまいんだよな。俺ね、ラップ始めてから今呼吸ができなくてね。やっぱ俺は歌うのとか喋るの方がいいかもしれない。
もう本当にラップは無理。おい、はいはい、ひぼる、はい、改めてチードラオさんの日本動物は最終日おめでとうございます。あ、すいません、改めてお疲れ様でした。すいません、はい、誰です、誰ですか。スンディだよ、スンディ。あ、古谷さんじゃない。古谷さんない、古谷さんじゃない。あ、古谷さん、もうファン名終わってる。あー、いや、終わってる。そうなんだ。そうそう、スンディ、ほら見て、ほらこれ、ほらシェーパーダンハイゴリラドークーメサラドー、ケンチャナ、なんかスン、ケンチャナよセンリン、ちょっと今日、最近ちょっとなんか、あのね、いいね、あのね、なんか顔がちょっと痛いラーメン食べ過ぎたんだよな。もうそっか、ラーメンの話。あのね、お店開けるほど食べるからさ、いやこれはね、仕方ないんだよね。あ、だったらちょっと勘弁してください。年末にはちゃんと痩せてくるからさ今回はギャラなしてきてるんだよ。いや、今回はね、やっぱ、いや、兄貴のためにちょっと応援してきたんですけど、ほんまに僕スタリストさんにジーディのバックル、そういうメイクにしてくださいって言って、今ね、下目の下にねアイメイクしたんだけど、もう最後に出てくるからだんだん馴染んできて、もうクマがね、いつもよりね、こんな黒いやつあるって、そういうなんか横浜タイヤみたいな色になってるでしょ。ほんまもうこんなね、やっぱすごいと思うよ。全然馴染んでないし、やっぱスタだなって思うよ。やっぱラーメン屋さんの人は馴染んでるから、一応ほんまもうちょっと僕喋っていいですか。今喋ったじゃん、たくさん。いや、もう喋りたくて、もうたまんなくて、今本当にね。はい、わあ、俺 GD さんと一緒にビッグバーンとして、しかも練習生の頃から今、今年で12年なんですけど、僕今日思ったのは、やっぱこの人今でも厳しいわって思うんですよ。なんで。僕あのジリさんがなんか僕に、あ、すぐに東京でさ、スペシャルゲストしてくれ、あ、やりますよって言って、僕今日サウンドチェック2時にして、ジリさんにちょっとあの本番までちょっと間があるんすけど、ちょっと買い物行ってきていいんすかって言ったら、ダメだよお前、バレちゃダメだよ、待っとけ、待ちますって、自分の出番まで待ちますって。だからスペシャルゲストなのに外お前ちょこちょこしたら絶対ツイッターなんかでバレるやんか。いらないじゃん。あ、じゃあまあちょっと楽屋でちょっと、いや、ちょっと待てますって。いや、でもちょっと僕渋滞で韓国の空港でちょっと荷物ちょっと運ぼうとしたら、フロントデスクから、いや、ちょっと今もうクローズですって。じゃあ僕スーツケースどうしますかって。いや、スーツケース ないままだったら別に飛行機乗れますよって。いや、どうするんだろう、俺化粧品とか俺のパンツとかどうするんだろうって思って、買い物行っていいですかって言ったら、お前ダメだよって。じゃあほんなら俺ジリさんに、じゃあほんならジリさんの私服ちょっと貸してもらっていいですかって、いいって。で、貸してもらったのがこれ、写真見して。ほんま、あのさ、1,2,3 のねちょっと待って、ほんまにファッションリーダーのなのは分かるけど、こんなレンタルはいらんよ、俺こんなレンタルショップ行かん、こんな学校でどこ行くねん。それは絶対これバカにされるでしょ。しかもさ、あの帽子なんだけど、いつも、ジリさんのブランドで いつも空港とかでかぶってるやんか、あれかぶったら全然前が見れなくて、絶対あれは絶対本当になんか事故になるでしょ。それは悪いな、なんか。いや、これほんまもうね、しかもちょっとマネージャーに写真撮ってって言ったら、プッってマネージャー写真撮ってって、スミスさん写真撮ります、プッって、マネージャーからちょっとなんか苦笑いが。いや、改めてジデさんお疲れ様でした。なんか、はい、なんか、はい、ああ、うん、
ちょっと残念ですよね。どうした？残念。どうしたの？ちょっと悲しい。悲しい？何が？なんか今日が最終日でしょ？ですね。なんか日本なんか4年ぶり、はい、僕の、はい、本名、うん、G ドラゴンじゃなくて、はい、なんかドームツアー、ポンジオっていう、だから今回のなんかドームツアーは、はい、自分で本当になんか意味がたくさんあります。あ、なるほど。でもスンちゃんが切って、はい、残念。あ、俺が切ってちょっと今まで重なった自分のカリアがもう潰られたってこと。最初から、はい、ずっとなんか頑張ってきたのに、うん、ちょっといい感じだったよ。なんかそう、ちんやっけ、うん、ちんじやげ、ちょっと真剣に真剣になんか真剣にツアーをやってきたのに、真剣になんか思って、うん、なんかこの前なんかバイバイして、みんなにバイバイしてフルモンショーして、じゃーん、エンディングしたんだけどね。でも急に俺が登場しちゃって、登場してて空気がおかしくなったの。あれ、ちょっとちょっと俺のコンサートを、確かに残念。俺楽屋でチリさんのピタカゲのラップ全然練習したんだけど、もう登場したところ、あっ、バチャカパパカチャパパカチャ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 みたいな、いや早いわ、もうちょっとこれから簡単なラップにしてくれ、俺もカラオケでさ歌いたいわ、もう本当に。はい、東京のファンの皆さん楽しんでますかーい。やっぱまた、いや、またこういうのをするから、絶対きっとね、やっぱ GD さん一人でワールドちょっと待って私のことを B カップにさせるのか。いや、女性のファンの皆さんが分かるでしょ、こうやってさいや、待ってほんま苦しいって、ほんまもうこんなの普通に切るあ、乳首いて何こんなにいてんだよ、いいな、ほら俺これしかも今生放送中だから、これ今テレビで見てる人たち引くでしょ、あれって。あ、そうなんだ、ごめんなさい。おお、はい、チードラゴンさんのワールドツアーでやっぱバタバタしていて、なかなかメンバーどうしても、会えるチャンスがなくて、やっぱ今回、僕一番、グループの中で年下の人間として、やっぱちょっとでも、サポートできたらいいなってことで、今日皆さんの前で突然、登場したんですけど、皆さんどうでしたか。ありがとうございます。チキさんでも、やっぱちょっともうやめて、お疲れ様でした。帰る仕事やらせてくださいよ。趣味が最高、最近仕事ないからね。じゃね、でもまたね、GD さん大丈夫、ちょっと待って、なんでそんなこんなチンデレなの。だ、夜中4時とか電話かけてきて、すぐに会いたいとか言うから、絶対会いたい。ほんまになんかこうアメリカのなんかシアトルとかでもう電話かけて、だってさ時差があるからさ、俺朝起きて電話出てて、あ、どうしましたって先輩とかいたら、すぐにお前会いたいなみたいな僕、ちょっと何かありました、いや、やっぱお前と一緒に行った方が良かったよみたいな。じゃあほんなら、そうなんですかね、じゃあほんなら僕にもいいソロ曲くださいよって聞いたからねはい、チーさん、やっぱ僕チーさんとすごい打ち合わせしてて、どうすれば東京のファンの皆さんのことを喜ばせるかってことを打ち合わせしたんですけど、僕たちのステージはここで終わりじゃないよ、まだまだジリーとスンディが用意したステージがあるんですけれど、やっぱビッグバーンの活動っていろいろ GDR のトップとか、ちょっと俺何も見れないんだけど、これ何、うん、来る、GDR のトップもおったでしょ、あと GD&ソウルでしょ、
でも GD とスンニーのコラボなかったから理由があります。おた何の理由、いろんな理由ね。何の理由なの。たくさんたくさんあるの。それは後でちょっとね LINE してください。はい。さあ、それでは東京のファンの皆さん、ジリさんと僕が皆さんのことを大好きな気持ちを含めて用意したステージでございます。盛り上がる準備できましたか。あー、ちょうど足りないぞ。みんな準備できましたか。Catch you, shoot that. その目をまだ遊びたりてない。